政府は3月の景気判断を大きく引き下げ厳しい状況にあるとしましたこれまで続けてきた回復という文言を取り除いたのは6年9ヶ月ぶりです新型コロナウイルスの感染拡大によって個人消費や設備投資など11の項目のうち7つの項目を一気に下方修正しました7項目を同時に下げたのは初めてのことです総括判断も 大幅に下押しされ厳しい状況にあると大幅に下げ、6年9ヶ月ぶりに回復という文言を削除しました。世界経済についても足元で急速に減速しているとして、10の地域のうち8を下方修正しました。こうした急激な下方修正は異例のことで、内閣府は今後リーマンショックと東日本大震災を足したくらい悪化するかもしれないと説明しています。